FNS 歌の夏祭り 2016FNS 歌の夏祭りプールサイドパーティーとエグザイルトライブの屋外ステージが特設されたお台場みんなの夢大陸の会場一部のアーティストのパフォーマンスが行われていた屋上ステージが特設された富士テレビ湾岸ンンスタジオ 2016FNS 歌の夏祭り海の日スペシャルは フジテレビ系列で2016年7月18日11時45分23時24分に生放送された通算5回目の FNS 歌の夏祭りである。7月18日11時45分23時24分に例年の水曜日から月曜日に変更の上一部事前収録を含む形で生放送された。この回は放送日が祝日ということもあり。 放送時間を例年より大幅に拡大して放送された。また、当番組かつ FNS 歌謡祭シリーズ史上初の昼前の時間帯から放送された。さらに、朝、昼、夕方の時間帯にもそれぞれ史上初の放送となった。放送時間は11時45分から16時50分を第1部、17時20分19時を第2部、19時21時を 第3部、22時23時24分を、引くルフェスマイナスとした4部構成で、通算の放送時間は10時間9分と、当番組過去最長となる。主会場を、放送開始から昨年までの4年連続で使用された、国立代々木競技場、第1体育館から、富士テレビ本社ビルを中心とした、お台場湾岸地区に変更。その富士テレビ本社、 FCG ビルのスタジオと一部の特設ステージを含めた合計10個のステージよりパフォーマンスが披露された。出演アーティストは過去最多の107組、披露曲数も過去最多の172曲となった。また、今回は7月18日から7月24日の1週間を FNS ドリームフェスウィークと題して、当番組が冒頭番組として放送されるのを筆頭に、 週末の FNS27 時間テレビフェスティバルへ向けて各番組を盛り上げる企画枠で放送された。同年3月28日放送の FNS 歌の春祭りで行われたサプライズ企画が大好評だったため、当番組でも第2弾として行われた。番組ホームページでは大切な人のためにあなたが贈るサプライズプレゼントとして音楽を届けたい人を募集した。 放送時間が長丁場であるため、企画も盛りだくさんで、女性アイドル総出演。プールサイドパーティー、最強の夏歌百選、アニメ、ワンピース最新主題歌メドレー、小室哲也1990年代、スーパーヒットコラボメドレー、桑田圭介 FNS スペシャルステージ、桐谷健太が、東北の被災地、岩手県大土町を訪問、ドリームズカムトゥルー迫力ライブ、森高千里が、 故郷、熊本県を訪問、プロデューサーはあなた。人よ限りの 48&46、ドリームチーム楽曲投票、エグザイルトライブが大集結、といったスペシャル企画を含めた10個の見どころが設けられていた。同局で深夜に不定期放送されている、心のベスト圏と当番組のコラボレーション連動して、番組初のインターネット企画として、 心のベスト 10FNS 歌の夏祭り11時間。裏実況 SP と題して、YouTube ライブで配信された。当番組放送終了後でも、後日配信された。当番組の MC を務める大の字の大谷信彦と、柴名天が、出番前や出番後のアーティストと番組の裏側や、放送中の番組を視聴しながら、感想を語り合っていた。この回に出演したゲストは、 綾野の二うじ原智美、鈴木まさ桃色クローバーアッツェット、たけべ森山直太郎、安本彩香、柏木しわぎひなた、やじまま鈴木愛理、岡おかい小室哲也、大原さくら子、佐野ひなこの18名。番組放送開始以来、毎年出演していたスマップが出演を辞退した。なお、同年8月には12月31日をもって、 グループの解散が発表されたため、このため実質 FNS 歌の夏祭りは昨年の 2015FNS 歌の夏祭りがスマップとして最後の出演となった。平均視聴率は11時45分から16時50分が6.1%、17時20分19時が8.8%、19時21時が10.9%、 22時23時24分が10.5%だった。また、瞬間最高視聴率は、低ルフェスマイナスのパフュームが、フォルッシュを披露中の22時22分と、48&46 ドリームチームが、サイレントマジョリティを披露する直前の22時25分の12.9%だった。今回のステージの最多出演者は、2014年に引き続き、 小室哲也であり、8曲に参加している。今回は、全172曲中86曲がコラボレーションで披露され、一昨年同様、コラボレーションが多めの番組構成で、また、今回は4から6組の複数のアーティストによるコラボレーションも多かった。ただし、ジャニーズ事務所のアーティスト、エグザイルトライブなどのアーティストはすべて単体で楽曲を披露していた。 1>, 1曲目から86曲目を、第1部、87曲目から118曲目を、第2部、119曲目から150曲目を、第3部、151曲目から172曲目を、引くヨルフェスマイナスで、それぞれ披露された。番組前半では、第1部、第2部、番組後半では、第3部、引くヨルフェスマイナスという番組構成となっている。 出演アーティストでは、唯一、小柳幸が、第1部、第2部、第3部、引くよるフェスマイナスのべての部に出演している。女性アイドルグループのプールサイドパーティー、エグザイルトライブ、クワ圭タケスケ、パフュームなどのアーティストのステージは生ではなく、事前収録での出演だった。今回披露された楽曲のうち114曲は、2016年に発売された最新曲で、 残りの57曲が過去に発売されたシングルで、どちらとも、カバーなども含む。ジャニーズ事務所からは、トキオ、キンキキッズ、V6、嵐、ニュース、カンジャニエイト、ヘイ、セイ、ジャンプ、キスマイフット2、セクシーゾーン、ABCZ、ジャニーズウエストと、当番組過去最多の11組が出演しており、11組の、うちキンキキッズ、ジャニーズウエストの2組は、 FNS 歌の夏祭りに初出演となった。今回は、ジャニーズ事務所の近畿キ,キッズジャニーズウエストを含め、あやか、アンジュルム、アンドローゼス、生き物係、ウエンツ、エイジ、エグザイルザ・セカンド、尾崎亜美、オレンジ・レンジ、北谷博士・博ロキュート、桐谷健太、キロロ、クリスタル・ケイ、グリム・スパンキー、桑田圭介・ケイケ、ヤキザカ46、 坂井優、ザ・ソルマティックス、ザ・アルフィー、JY、柴崎幸、島谷ひとみ、島袋ひろ子、鈴木亜美、世界の終わり、大吾、高橋真理子、高橋優、ダンスアースパーティー、土屋アンナ、ドリームズ・カム・トゥルー、夏木マリ、新山しおり、西内マリア、パフューム、藤原桜、ふわふわ、ボルノグラフィティ、リトル・グリー・モンスター、 ラジオフィッシュの42組のアーティストが FNS 歌の夏祭りに初出演した。番組初となるスタジオトークが行われた。スタジオに出演するアーティストは時間帯ごとに入れ替わるスタイルであり、主に出番を直後に控えているアーティストか、出番を直前に終えているアーティストが出演している。トークテーマは、主に思い出の夏歌は今年の夏休みはなどの 夏に関するテーマを中心にトークしていた。トーク中の BGMCM 前の SE エンディング曲は FNS 歌謡祭の花咲く歌声が使用されていた。トップバッターはザールフィーとナオとインティ・ライミがそれぞれ初めて担当して両者の共演で最強の夏歌コラボメドレーの最初の曲としてシーサイドバウンドを披露した。大鳥は桑田圭介が 初めて担当して、100万本の赤いバラを披露した。放送時間が、長丁場のため、ロケ企画と、最強の夏歌百選といった、VTR 企画以外に、下記の4つのスペシャル企画が行われた。音楽監督、竹部聡、演奏、ドクター村石正幸、BA 浜崎健太、GT 鳥山祐二、GT 佐藤大吾、金石水シミパー若森幸子、 超、今井正輝、加藤泉、林、ストリングス、今井ひとしストリングス、ブラス、竹下よしなり成、ーンズ、FNS 歌の春祭りに引き続き、アーティストがスタジオを飛び出し、日本全国各地へ向かう、ロケ企画が行われた。ロケ企画日本全国の10代から70代までの2000人に、アンケートして、番組側が制作した最強の夏歌100選を、2000人が、 選ぶ今聴きたい夏の名曲100選と題して過去に放送された FNS 歌謡祭 FNS 歌の夏祭りミュージックフェア、夜のヒットスタジオへぇへぇへぇ僕らの音楽などのフジテレビの音楽番組で披露された映像をもとに100曲を発表された実際は発表された100曲は1曲目を100位とし100曲目を1位というカウントダウン形式の ランキング用な構成になっている。今回の番組の投資、企画として放送された。また、一部の曲は VTR ではなく、最強の夏歌コラボメドレーと題して、出演アーティスト同士のコラボレーションやカバーで披露された。最強の夏歌百選。ありがとうございます。